が昨日の、はい、あの、あ、そうやと思って、はい、スパイクないわと思って、で、靴もなんかあんまり履かへんから綺麗やん、綺麗ですね、置きっぱなしで、これ今の清水さんの、スポーツする格好っていうことですね、これがもう俺の、あの、今スポーツするぞっつったらもうこれが一番運動できますこの次に来るのはあのゴルフ用のものしかないから、さすがにちょっとゴルフ用あかんなと思って、短パンもあるけど短パンよりはまあ長ズボンかなと長ズボンってのもおかしいけど、これが運動できる今一番動きやすい T シャツです。それ以外はゴルフしかないです。グローブもこれ、そうそうそう、現役時代のグローブ、現役の時のマリーンズ最後のグローブやけど、2008年に作ってるもので、ここね、なんかこだわりあるんですか。こだわり、こだわりめっちゃあるよ。見えないけど、これなんかこう直行のな刻印みたいなのが見づらいやろ、めちゃくちゃ見づらい、めっちゃ見づらい。あー、でも見えました。そうそうそう、本当だ、うん、僕はこう締める時に、はい、この辺りでこの辺りで締めるのよ、うん、一番薬指と中指の間ぐらいで締めたいの。こうじゃなくて、こうでもなくて、こう締めてるんで、ここがちょうどこう。なるほど。うん。で、これがペコンってこうも嫌なの。うん。で、なんかこんなんなのも嫌やから、こういう風に目を切ってる。へー。うん、去年、じゃあボールは、もう半年ぐらい触ってないじゃん。高級は。ゴルフボールばっかり触って。そう、高級は半年触ってない。うん、で、半年ぶりに。半年ぶりに。うん。はい、皆さんこんにちは、なおさんチャンネルです。はい、今日はね、初のコラボをすることになりまして、お越しいただいたのがティモンディのお二人です。ありがとうございます。お願いします。いや、嬉しいですね、我々にしても憧れの大エースですから。本当ですよ。はい、まさかこんな日が来るとは。そのために僕ユニフォームまで着てましたね。いや、本当にマリーンズの、はい、ね、高木君はいつもオレンジで、そうですね、元気を与えるために、僕もマリーンズです、はい、T シャツじゃないですか。やるしかないねやるしかないねやるしかないねってね、はい、今日はなんかあの野球でそのピッチングを、ね、あの僕も拝見させてもらってるんですけど、はい、コントロールにちょっとね課題があるってことで。そうです、もうやっぱりゲームにならないぐらい荒れちゃう日も全然今はありますから、うん、周りの方と比較するもんじゃないけど、比較するとコントロール悪いという自覚はありますね、まあ、はい、特にこの清水さんといったあの150超えるまっすぐと、うん、あとコントロール、うん、これはもうぜひ極意を知りたいよね。教えてほしいですよ。そんなに僕コントロール良くないですよ。コントロール良くないです。ほとんどがたまたまなんですよ。なので今日ちょっとコントロール対決みたいな、ちょっと何立ってますね、こんなありますけど、ちょっと対決しながら、はい、コントロールよくなるポイントなどをお伝えしながらやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかコントロール良さそうなあのキャッチボールだよ。あ、本当ですか。うんうんうん、全然なんかその雰囲気ないよ、あっちゃこっちゃ行くの。へー、ぼやっとでいいですよ、シルエットで。ほら、大丈夫大丈夫、来るから。ああ、こうコントロールアップするときに、なんかここ気をつけた方がいいよとかって清水さん、なんかあるんですか。ない、ない、もううまいもん、もううまいもん。あらす、うまいけど、はい、ちょっと姑息な手を使えば、やっぱり早く胸を見せてこうやって合わせに行った方がコントロールは絶対つきやすい。そうなんですか。絶対なんかターゲッティングが難しそうなイメージがあります。ゼットされてないような、うん、だってこうやってバスケってシュートしないじゃないですか。ああ、そう、正面絶対なんか、まあ、ちょっと斜めかわかんないですけど、うん、絶対顔の前でこうとか目の近くでやった方がコントロールでつくって思ってるんです、いろんな競技から。ただダーツにしても目の横から投げるし、バスケはこうやってやるし、だからある程度こうやって目合わせた方がコントロールはしやすい。だってゴミ捨てるときこうやって捨てますよ、ポイって箱に、ゴミ箱捨てるとき正面こうですよね、こうそうそうそうね、はい、なのでちょっと開いてコントロールよくしたから、ちょっとこう先に合わせに行く。これはもう目先のコントロールってことですね。そうそうそう、これはもう目先のコントロール勝負のときだけですこれの球の勢いとか抑えるのとは全然真逆なところなんで、うん、それをしながら、例えばそれができてくると最後の一瞬にそれを取り込むんですよ。
ああ、じゃあピッチングにもちゃんと生きてくる。最後はそのビジョンが一瞬だけあるんですよ、パンって。そのタイミングでパンって腕振っちゃうんですよ。それが動きの中の一瞬だけそれが出てくる。じゃあその一コマのトレーニングにもなるっていうことですね。はい、間違いなくそれ必要なんです。適当でいいんですよ、ピッチングなんて。適当でいいんですよ。初めて言われましたよ、そんなの。9割5分適当です。現役の時もですか。大体で言って、瞬間的に時はバチンと合うから、その時はここって言って振るよ。じゃあまずは1ポイントのでかいペットボトル目指します。はい、これ宣言したら何倍とかもないんですもうなく、宣言通りにいったらですか。はい、なしでいきます。なしで、なるほど。じゃあもう宣言はしなくていいという。そうですね。かっこいい。なるほど。かっこよさですね。なるほど。勲章ですね。勲章。いきます。大体ここ。やりすぎた。うん。ここ。やりすぎた。うん。いいよ。うん、全然いいよ。じゃね。おお。おお、今のはダメです。ダメ、白か。土台に当たって、3球目惜しい、惜しい。ラインは合ってんな、うん、まとまってきてる。こ、近い、近づいてきた。投げ方はどうですか。投げ方全然悪くないと思う。来た。あー、惜しい。今高さ良かったよ。来た。あー、惜しい。今高さ良かったよ。もう当たるわこれ。これやばい。当たるわ。ワンポイントアドバイスするなら、はい、呼吸かな。こう。呼吸見てたんですか今のまで。止めない方がいいよと。止めてます僕、うん、あイメージある。こう普通にもう普通に自分の呼吸の中で、でリズム取りながら投げる瞬間を止めるよ、もちろん。わかりました。リラックスして瞬間だけ、うん、いや、うん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 、でもスムーズに触れてるね、そっちの方が楽に、うん、7球目になります。よし、うん、そうね一本は欲しそう。難しいよ、うん、あーもういいよ。あーもういいよ。今高さ良かったよ。ピターって止めなくていいからね。体を全部止めようと思ったら呼吸も止まっちゃうから、多少は揺れててもいいから。確かに大丈夫、大丈夫。いきます、うん、大体。あー惜しい。あー惜しい。今カーブ横じゃない。真横ですよね。3当たったらやばいからね。いいいい、リラックスできてるし力抜けてる。でもなんか教わったものは呼吸と止まらなくていいってだけですからね全然野球の技術教えてないんでそれでもこう変わってく、大体でいいっていう、うん、惜しい。ど真ん中だけど。惜しい。ど真ん中だけど。ちょっと違うな。綺麗に噛んだけ。だるま落としみたいな。で高さも他のペットボトルに当たる、うん、高さ。そうね。両サイド触れてたら。今ラストです。はい、します。よっす。今の感じはちょっとだけ。うんうん、よっしゃー、ここ、よっしゃー、ここ、よっしゃー、来た。すごい、まあ、10球目で素晴らしい、思った通りに来た。おー行った行った、よかった。理想の流れ、素晴らしい。いやでも本当コントロールしやすくなりました。あ、本当に。そのここっていう集中の仕方が、ゲームでいうとこの、うんうん、ここで丸を押せばコントロール良くなるよみたいな集中の仕方に、タイミングがあるんだ。すごい、それを実践できるのがやっぱすごいと思う。野球をやってきた共通の、あ、ここですよねっていうのが
あるからやっぱすぐできるのすごいよ、うん、いやでもなんかこれをだから現役の時したかった、あ、うん、でこれ試合でやるの大変だよね改めて思いました。呼吸自然止まっちゃうもんね、うん、なるほどね。じゃあ行ってきます。目標はちなみに目標は、そうですね30点ですね。卓球あるんで、まあそうだね、はい、うん、もうでもそれがコントロール良くない人の考え方のような気もしますけどねど真ん中、はい、いいですね。噛んでいきます。お願いします。来ます。はい、もう、うん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 、ラインからね、うん、オッケー、いきます、はい、おおおおおおおいいですね。一発で2点で逆転を狙いに来たっすね集中か、集中、なるほど集中は、ここはまあざっくりね、うん、そう、そこざっくり、うん、いきます。見てなくてもいいぐらい、ざっくり、バン、あ、おおゆっくり、パン、あ、おお、よし、なんだ3点、はい、すごい、うわ、なんだ、喋りながらのそのリラックスの感じが出てたのかもしれないね、うん、いいですね。なるほど、いやでもざっくり狙いましょうがなかったら多分当たってなかったですね、ざっくりで、ほら成功体験が1個増えた。ほら。オッケー、うん、来ます。あらしゃい、あらしゃい、当たってる、オッケー、5点。よっしゃ。5点いいですよ。すごいな。コントロールに課題があるって来たのに、なんか嫌な気してたよねキャッチボールの時に素晴らしい。でもまだ30点あるよ、うわ、来ます。あっ、うん、分かる、よし、今の分かるっていうのは何の、いや狙っちゃった、うんうんうん、はい、合わせに行きながらちゃんと来ます、うん、はい、おわ、うん、はい、おわ、うん、今のは下ですね。で3点取られたら8点とかになるし、もう計算してるもんな。もう追いつかないぞと思ってるから。よし、よし。うわ、うん、狙いに行ってる、狙ってますね、半付近に行ってる、でもざっくり、ざっくり狙いに行く、ざっくり取り、ざっくり、ざっくり、うわー、近い、今の通ってるラインすごい良かったですね、うん、今のも近いもん、ざっくり、19目です、はい、あっ、うん、うん、よし、ラストで、はい、いきます、ざっくり、よいしょ、わー、惜しい、惜しい、よいしょ、わー、惜しい、惜しい、白か、いや、ナイスボール、よーし、いや、ナイスボールで、缶が1回と、缶1回、左の中サイズが1回です、合計5点、5点で、ほら素晴らしい、いやー、ほんともうアドバイスが本当に、確かにこう力が入、悪い意味の力が入らなくなって出ましたね、うんうん、ざっくりっていうアドバイスで、あ、かなり、前田君もそうだけど、これ難しいと思ってちょっと提案させてもらったけど、2人とももう当てるじゃないですかもうね、立場ちょっと本当今ないなと思って、いや、コントロール、コントロール A の選手ですよ、ゲームでは、いや、やばい、今日なんか紫でこんなになってますね、わかんないけど、わかんないけど、うん、投げすぎちゃった後のねいやそっか、まずい、これはまずい、これはそんな予想してなかった、あ、すいません、はい、でもあのね、狙い宣言なしで、
とりあえずあの辺に風でもいいから倒れてくれたらいいなと思って、はい、あの辺だけ何なのか教えてもらっていいですか。あの辺でちょっとなんか景色見るとでっかいペットボトルの方がなんかやっぱり目標はね広いんで、そこら辺行きましょう。はい、あわよくば感、はい、有名、はい、おい、もう1球目から違うよね。ちょっと当てに行っちゃったな。まずいな。今の1球目の感覚でもちょっとまずいな。え、これ5はすごいぞ。すごい喋る。よし、いきます。2球目。うわあ、うわあ、高さドンピシャ。当たったかと思った。感ドンピシャ。まずいな。どんどんこれ追い込まれていくのは何だろう。喋ろう。喋った方が多分リラックスできるので喋った方がいい。高木さんは3球目で当ててますよね。なるほど。はい。3球目で真ん中ですかね。3点当ててますね。3球目。3球目。お、うわー、来た。お、うわー、来た。すげえ。あ、今のが、うん、そうか、リリースの時のフォーカスか。なんか嫌な思い出を蘇らせるようなシチュエーションになってきたな。すごい打たれてマリンですごいピンチをずっと続いてるって感じだな今。嫌だな。わあ、これは当たったです。わあ、これは当たったです。わあ、これは当たったです。1点を積み重ねるかな。もうやっぱ1点付近をって狙ってたから、うん、まあ、ちゃんと狙い通りだね。まあ、狙い通りだね。これで前田君には並んだのかな。並んでますね。同点です。ゼロじゃなくなったっていうこの、 あのリラックスが次にいいパフォーマンスを生むんですよ。自分に言い聞かせる。いいですね。いい暗示。はい、自分に言ってるよ。いいエールだ。一つ入っただけなんで。僕らに説明してるんじゃない、あれ。自分に言ってんのよ。おお、言ってんの。おお、さすが、さすがだ、しんさん。自分これ、これ言ってた通り、これで今3点になりましたよ。はあ、でも遠いな、数がな。うわー、すげー。うわー、すげー。5000。これで来たー。連続噛んでる。ポンポンと乗ってきた。缶を見たい。缶見たいの。今高岸と並んでますからね。うわー、いやー、ちょっと引っ張ってんな。すごい精密機械だ。こんなに真剣に投げたことないわ。うん、うわー、わー、 お気に入ったか今。一点取りに行ったわ。ダメや。次9。さあ、こっから真骨頂ですよ。残り2。ゴルフの味方ですね、完全に。ゴルフの味方してるよね。あと15ヤードぐらいだな、じゃないんです。そうそうそう。なんかこんな感じで入ってってるよね。よし、カンいきます。カン、はい、すごい。1点で逆転なのに。うわー、ダメだ。ライン取れてた。うわー、ダメだ。ライン取れてた。さあ、ついに追い込まれたか。ラスト1球。ちょっとラインを見た方がいいんだ、多分こう。パットじゃない、ロングパットじゃない。お気に入って1点いくか、缶取るか。清水さんなら当てれる、はい、当てれる。ぼやっといこう、ぼやっと、はい、ぼやっと大体でいこう。はい、最後だけ。そこの帰りがすごいよな。うわー、すげー。うわー、すげー。うわYes.
ナイスピッチング。あ、いや、いや、ちょっと再現性すごいね。うん、そうね。こんな大きくワンバンとか高めっていうのがなかったから。そうね。最後当てたかったね。でも自分がこう当てに行くよりは、なんか今日はこの2人があの的に当ててこう成功できたじゃない。はい。これをなんか提供できたのはすごい良かった。いや本当にすごい嬉しいです。それ当てたし、5点も取ったし、うん、いやもうすごいなと思って。これ難しい、今実際やったけど、うん、難しいな。確かに勝手なイメージ、プロの選手ってちゃんとここのビタビタ、うん、このキャッチャーのミットの真ん中に投げようとして投げてんだって勝手に思ってたんですけど、その考え方があるっていうのはすごく勉強。全然あんなぐらいで最後の時にいかにこう出力ピッと出せるか、うん、コントロールをあのできる状態に体がそこにあるかってことの方が大事。そうね。なので呼吸も大事だし、力んでるとやっぱり力んだ状態でそれを迎えるわけじゃない、うん、最後の瞬間を、うん、それよりもリラックスした状態でいい状態でピュッて合った時にスムーズに腕が振れたらよりコントロールって上がるから。逆を言えば日頃のその他の部分をやってないと急にここだけでもできないよっていう話ですね。そう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 、絶対動きながらのながらコントロールしていかなきゃいけないんで、うんうん、なるほど。そこにどういう状態でいるかってことのが大事。なるほど。コントロールのやっぱヒントになりますね。割とざっくりの方がいくんですね、うん、こうやって それをなんか体験できた。はい、はい、もう本当に身をもって体感、そう成功体験を味わわせていただきました。そんな感じでいいんだって感じしました、うん、その感覚がすっごい大事。あのちょっとコントロールをね今回ちょっとテーマねやらせてもらいましたけど、はい、少しずつこうコントロール良くなったらそこにいい球いったらもっと気持ちいいじゃないですか、うん、145、145って出てくると気持ちいいんで、そこ目指して頑張っていただければ思います。はい、はい、いやありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいいいこと聞けました。